はい。ダイワピアラブです。ウォーレン・バフェットさん、チャーリー・マンガーさん、ビル・ゲイツさん、トランプさんは、毎日、マクドナルドを食べているそうです。 ボーレン・バフェットさんは88歳ですが毎日マクドナルドを食べているおかげで元気だと語っていました。ビル・ゲイツさんとバフェットさんは よくマクドナルドにランチに行く仲だそうです。ビル・ゲイツさんとバフェットさんは二人ともマクドナルドの年間無料カードを持っているそうです。 このカードがあれば、世界中のどのマクドナルドも無料だそうです。トランプさんもしょっちゅうマクドナルドに行っているそうです。 バークシャーのチャーリー・マンガーさんも98歳ですがバフェットさんたちと頻繁にマクドナルドに行っていますマンガーさんも元気の秘訣はバフェットさんたちと一緒に マクドナルドに行くことだと語っていました。えー、まあ、マクドナルドのね、大元の、えー、ロスチャイルドさんたちも、えー、よくマクドナルドに行っているという話もあったんですが、 えこれはちょっとね、本当なのかどうかわかんないですね、うん。ご視聴いただきありがとうございました。